安室奈美恵ファンチューブ始めていきたいと思います。はい、では名プロデューサーたち、今回はやっこ紹介していきたいと思います。はい、やっこさんですね。やっこさんはちょっと見た目がめちゃめちゃなんか怖いいかつい感じなのであれですけど、僕当時10代後半から20代にかけてかな、ジャパニーズヒップホップとか R&B とかそういったものが流行ってる時、このやっこさんプロデュースのニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのアルバムとかも聞いてたので、うん、いろんなそのヒップホップのアーティストをやっこさん手掛けてらっしゃるので、やっぱりずっとそばにいた方っていうか、こう何かを通してですけど、僕は経験してきた中でのずっといた方なので、やっぱりあの時代にこういう音楽とかと出会えて本当に嬉しいなっていうのはつくづく感じます。で、やっぱこのね、スイートシーク、楽曲としてはやっこさんがプロデュースしてるのは、スイートシークのアーアーと、なんや、ドゥオアダイか、この2曲です。攻撃的なね、この2曲、安室奈美恵が歌うことによって違う色に変わるっていうのはあれなんですけど、やっぱりね、やっこさんがこのヒップホップとかそういった原点がそこの方なので、ちょっとね、怖い感じ、やっこって漢字で夜に虎って書くんですよ。完全に怖い人ですよね、これ。なので、こういう攻撃的な楽曲を安室奈美恵が歌うことによって、また新たなものが生まれてくるっていう感じで、で、スイートシークの時にやっこさんも一緒にプロデューサー陣として、もうスイートシークのメンバーとして入ってて、で、2005年かな、ジェットっていうアルバム、プロデュース、R&B プロジェクトかな、ジェットっていうアルバムが。なので、女性アーティストばっかりを、フューチャリングして出してるアルバムです、これは。このアルバムは、どう考えてもって、やっぱりね、やっこさんの中でのスイートシークを経験してからのこのアルバム出してはるので、やっぱりこの何かしらこのスイートシークっていうのが、やっこさんにとっても、一個次の何か新しく始める起爆剤というか、大きなきっかけだったんじゃないかと思います。はい。で、この、ね、ジェットのアルバムは結構いろんな人、ソエルとか倖田來未とか、あと誰、リサとかかな、結構もう本当に当時の R&B ヒップホップ界隈の人ですね。ミチコもいるね、これ。ミチコとかハーツデールズか、双子だったっけ、あれ姉妹か双子か忘れましたけど、ヒップホップユニットとか、本当に女性のアーティストをフューチャーして、1枚アルバム、 R&B アルバムを出してはります。はい、で、 Do or Die、 もうタイトルからしてなんかもうめちゃめちゃ攻撃的な楽曲だし、どうなんでしょうね、一般的にはこのアルバムってその売り上げとか世間的な評価とかっていうのはちょっとわからないですけど、やっぱり一番心に残ってるのが、やっぱりライブスタイル2006でこの楽曲を披露した時のあの衝撃っていうのは忘れない。え、これやるんやみたいな感じで、僕からしたらそんなマニアックな曲されたらたまらないんですけど、ライブでこういう楽曲を選択してくる奈美恵さんもすごいなって思うし、ファンの皆さんも多分奈美恵さんのこの選択っていうのをちゃんと受け入れて楽しんでた気はします、当時は。なのでやっぱりこういう2006のこのコンサートにたどり着くまでのこのやっこさんの功績っていうのは、なんか素晴らしい
ものやったなってつくづく感じます。こういうね、あの怖い力強い人っていうなんかな色も必要だと思うので、それをなめえさんがなめえさん色に変えていくっていう感じだと思うんですけど、うん、こういうヒップホップ系のアーティストとなめえさんが出会って新たなものが生まれてくるっていうこの融合ですね。この時代は僕は本当に大好きです。で流れで2006であのステージを作り上げたっていう感じなので、うん、やっこさんは本当にね、あの当時のその R&B ヒップホップの人ってもうみんなイケイケやったと思うんですけど、安室奈美恵っていうアーティストにとってやっこさんっていうのは本当に大きい転換期というか、新たな安室奈美恵を出せる楽曲になってたんじゃないかなと感じます。はい、やっこさんも最近ねちょっとね何やってるかとか全然わからないんですけども、今後ももしやっこっていう名前見つけたらちょっと意識していただきたいなと思います。はい、では名プロデューサーたちですね、まだまだ続きます。ではまた、バイバイ。